ですね、メインは役者でもっと芝居上手くなって皆さんに何かを伝えていけたらいいなと。バレンタインは1回だけすごい思い出がありまして、中学校の時だった、中3の時で、でなんかもう学校行く方向って一緒じゃないですか、大体もう中学校、同じ中学校なんで、中学校の時になんか2人ぐらい女の子がいて、なんかボソボソ言ってるの聞こえるんですよ、バレンタインで。あの人みたいな、いきなりバーって来て、あのみたいな言われて、おもらえるのかなと思ったら、昼休み技術室前に来てくださいって言われたんで、自分の中学校は技術室で告白とかをするのが多かったんですよ。まさかと思って、本当だったらなんか放課後とかじゃないですか、なんで昼休みなのかなと思って、まあ、行くじゃないですか、その女の子2人ともいて行くじゃないですか、あれ告られるのかなとか心の中で思いながら行くじゃないですか、でどうしたのって言うじゃないですか、したらあのこれ渡しといてもらえませんかって、あ渡す、あそっち系の話かみたいな、あの仲いい友達がいるんですよ、なんか結構かっこよくてスポーツもできて、その子にあの〇〇くんにこれ渡しといてもらえますかって2人で来て、はあそう来るかと思って、なんだよって思う。もう絶対にあれですね、ライバルとかいたらもうあれですね、負けず嫌いなんで、もう絶対にあのなんだろう、女の子好きな女の子かぶっちゃったりするじゃないですか、たまにそういう時は絶対にもう負けねえぞっつって。なんか取り合って、その時は負けたことはないですね、なんか目標を持ってそれに向かって頑張ってる人が好きですね。これはなんか自分の服と合っていて、一回見て一目惚れというか、なんというか、なんかシンプルなんだけどなんかおしゃれっていうか、つけててなんかいいなって思ったんで選びました。おはよう。2月何日？14日。まずい。ああ。皆さんこんにちは。ピュアボーイズに新しく加入することになりました、佐藤雄一です。B 型で、双子座の18歳です。で特技は野球で、もう野球が大好きで、もう暇さえあれば草野球行ったりだとか野球をやってますね。いやまだまだ力不足で、なんか見ててもうなんか皆さんを不安にさせちゃうかもしれないんですけど、もうやる気だけは絶対に誰にも負けないので、これからも応援よろしくお願いします。バイバーイ。